せことすらないまま過ごした日々のあと一つも残さずに、さよならだ。一人でバイナスタに鳴り響く誰かの音、二人で過ごした部屋で目を閉じるまま考えてた。ラルフェリーもは耐えた。わかんないよ、誰のせいでもない。多分僕らは何だい、だってきっとそうなんねんな、ってきっとさよならと共に終わるんだけなんだ。仕方がないよ、きっと不快に思うがつこぼれた言葉が違うな。一人で歌えた朝にふと思うがいかんこと、二人で過ごした日々も当たり前がまだ残っている。ラルイヌは気に入った。そう、探偵悪いのは僕が。多分これも最終的でありでしょ。それを最終的な答えだよ。どこでだんだんボツれていったの。それもただ僕歩きのネクストーリーだ。あるのに輝いてば日々にすら誇りが積もってくんだ。僕らは何だかってきっとそうなんねんなって、きっとさよならに続く日もあるこんだ。仕方がないよ、きっとお帰り、いつものの重みこぼれ落ちた。少し冷えた朝だ。